後半15分に途中出場で決勝ゴールを挙げています。阿部選手と交代するようです。低いボールクロスです、こぼれてキーパー出てくる、いやワンチャンスをものにした高校3年生中山陸のゴール。特別指定選手が結果を出しました。いや今日のゲームここまで通じても数えるほどといいますかほとんどボックスの中に入ったことがなかったんですよね、はい、けど、まあ、今裏のを取るアーリークロスに対してしっかりと前で太田が潰れる、でそこの上はルーズボールに対していいところにボールが来てこのシュートを打つタイミングも少しずらしましたよね、はい、ちょっとここでずらしたんですね叩きつけるシュート、これは嬉しいでしょうね。